の町まだ？まだかなりある。今日中に到着するのは厳しいだろうな。また野宿？もう。なんとかなんね。あ、少し戻ることになるが、レスタルムで宿を取るか。マジ？やったー！話わかるー！たく、雨だ。休息も必要だ。取れてよかったな。おい、うん、出店見に行こうよ。ケバブ食おう。行く。あ、二人は？俺は残るかな。市場で食材を調達する。先に行っていいぞ。オッケー、行こう。早めに戻れよ。どっから行く？ケバブ一択。お姉さん、何食べてるの？ん？お待たせ。誰？え、あ、そこで売ってるよ。じゃあね。じゃあね。いらっしゃい。いらっしゃい。ナツメグとシナモン、それとブラックペッパーを2袋。あ、いいよ。そのままでもいいが、ジャムにしてもうまいよ。では、これも頼む。何作ってんだ？お、いつものやつか。今回はバナナで試してみる。よくやるね。なんで何度も作ってんだ？まあな。いい色だ。キッチンをお借りしています。いいよいいよ。甘いもんばかり作っているが、そんなに好きなのか、イグニス。いえ、これは。お疲れ様です。明日いきなり数学か。やばいっつうか全部やばいよ。ノクト余裕じゃん。あれ、王子だから内心関係ねえし。じゃあな。王子、テストなくしてくれ。邪魔しているぞ。ああ、あ、野菜ばっか。偏った食事ばかりとっているようだからな。栄養バランスを考えて、たまには自炊を。はいはい。夕食にするから、手洗いうがいを済ませてくれ。ああ。漫画なら棚に収めた。ルナフレーナ様の手帳は引き出しだ。返事をするなら早い方がいい。わかってるよ。ボタンが落ちていたが、あれは？あ、制服のやつ落ちてた。まったく。帰ってつけるから出しておいてくれ。ああ、食いすぎた。デザートは入るか。あ、今回は蜂蜜の種類を変えてみた。おお。どうだ。違うかな。もっと甘かったし、サクサクしてた気がする。
そうか。パイ生地の方も試作が必要か。でもうまいよ。イグニスも食わねえ？ああ。コーヒーは？うん。サンキュー。試験勉強があるだろうから帰るが、前にも言ったが、外出時は戸締まりに気をつけてくれ。玄関だけでは不十分だ。それとゴミの分別も頑張ってくれ。それ以前に部屋に放置するな。誰かがやってくれると思ったら大間違いだぞ。ノクト。はいはい。きちんとしてくれないと一人暮らしは取りやめになるぞ。それと国勢レポートだ。詳しくはまた説明するが、目を通しておいてくれ。うん。テスト終わってからでいい？試験が大事なのは当然だ。だがお前は次期国王、その自覚を持ってくれ。げえ、ノクト勉強してる。何食ってんの？朝飯。いる？いらないか。あや、あ、おーほー、一口だけ。は、うまい。これ何？知らねえ。え？昔ちょっとテネブライにいたことあったんだけど、その時食べたおやつがすげえうまかったんだよ。どんなんだったかあんま覚えてねえんだけど、イグニスに行ったら再現しようとしてくれてさ、たまに作ってくれんの。でもなんかいつも違うんだよな。こんなにうまいのね。っていうかあの人お菓子作るんだ。帝国の動きが活発になってきております。ルシスに攻め込んでくるのは時間の問題。魔法障壁が要となりましょう。帝国軍はまだしばらく兵力増強に徹しているはずだ。先日のガラード区域への襲撃はおそらく新型兵器の性能を試したのだろう。報告ではこちらの魔法の力が阻害されたと。奴ら障壁を破壊するつもりか？今はこちらも様子を見るほかないが、警戒態勢を取るよう通達せよ。以上、解散。イグニス。陛下。ノクトはどうだ？本日より期末試験です。勉強するように言いましたが、なんとも。一人暮らしは食事の偏りが気になりますが、指導すれば改善するかと。いつもすまんな。いえ。魔法障壁の影響ですか？だろうな。障壁を張り民を守ってこそ王だ。私がいなくなれば次のルシスの血が継ぐことになる。だがその前に何としてでもこの戦争を終わらせる。ノクトを頼むよ。はい。おい、明日もあるだろ、テスト。あ、一日で十分だよ。あ、陛下だ。あれ、陛下って足悪かったっけ？遅かったな。試験は午前中じゃなかったか？偶然。明日の科目の勉強は？今日は何？ワイシャツのボタンをつけたから届けに来た。それと昨日渡したレポートは読んだか？まだだろうな。読んだ形跡がなかった。帝国との大規模な戦争は30年前に一時収束したが、未だ予断を許さない状況だ。報道規制されているが、現に小規模の衝突は時折起こっている。分かってるよ。ルシス150年の平和は
代々王の力によって作られる魔法障壁のおかげだ。王は多大な力を消費し、その代償を全て御身に引き受けられる。レギス様はしばらく前線に出ず、魔法障壁に集中するとおっしゃっていた。もうほとんど武器召喚はできないらしい。聞いているのか？それ今聞かなきゃいけないこと。ではいつ聞くんだ。言っただろ、お前は次期国王なんだ。いずれ親父が死ぬって。そうは言ってんだろ。俺が王になるのは親父が死ぬ時だ。落ち着け、ただ事実を。事実ってなんだよ。話にならないな。だが考えておいてくれ。どうしたの？テストはできなかったのか？お前らどこの学校だ！今もう帰るところで。グラディオン。イリスはまだ学校か。最近稽古サボってっからな。抜き打ちテストだ。集中しろ。おいおい、陛下が嘆くぞ。そんなんじゃ国を任せられないな。分かってんだよ。分かってんだよ。分かってんだ。今のままじゃダメだって。でも親父が死ぬなんて考えたくねえよ。ノクトのやつちょっとなまってたぞ。お前のところに来たのか。この前な。また稽古サボりそうだったら連れてこい。わかった。うん？いや、ノクトが何を考えているのかわからなくて、自分の立場をわかっているのか。お前が思ってるより考えてるぞ、あいつは。何か燃やしたのか？料理したのか？まあ。あら、ヘラね。悪いが、今日は何も。たまに食べるとうまいな。あのさ、フライパンって燃えないゴミ？ああ、あれはまだ使える。今度焦げ落としを持ってこよう。うん。
この間は言い過ぎた、うん、この前のは惜しかった。うん、ああ、菓子か。食べたのか。また作ったら食べる。ああ、たった今。お、いい匂い。何作ったの？食べるか。おほほ、これ久しぶり。いただきます。今回の何味これ、おいしい。どうだ？違う。